ラーメンショップに、やってきました。これね、2号線の相生方面に向かうところに、ね、あるんですけど、ちょっと今日はね、ここに行こうかなと思います。かなりなんかいい感じの雰囲気のあるお店なんで。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、兵庫県赤穂市にありますラーメンショップナマズ峠店さんにね、お邪魔させていただきました。ですね、岡山の県境からおおよそ10分15分ぐらいの、場所にあります。もう2号線沿いなんで、もうすぐわかります。で、まあ、こちらなんですけどね、まあ、これが2014年の時点で、この本州と四国、九州に30店舗以上あるラーメンチェーン店なんですよね。もともとその本社が東京にありまして、その東京のね、この東京豚骨ラーメンと言われている、ラーメンを、本州、四国、九州に持って行ったような形になりますね。
こちらなんですけどね、この東京豚骨ラーメンっていうのもは、その醤油ラーメン、東京ラーメンの豚骨だしを濃厚にしたものが、ベースであり、ごま油とその熊の手と呼ばれるその独自の調味料で、調味された、ネギを乗せたネギラーメンが看板メニューの一つとなっているということです。はい、もうもちろんね、そのいろんなね、食べ物というかそのメニューがあるんで、ぜひ、皆さんも行って食べてみてください。でこれなんですけど、この土曜日ですね、土曜日になったらその普通のラーメンが格安でいただけるということで、この価格でいいのかと、思うかと思いますので、ぜひ行ってみてください。でこちらなんですけど、定休日が、日曜日となっておりまして、営業時間が月曜日から土曜日朝の9時から夜の21時までとなっております。住所は、兵庫県赤穂市西宇根、3008-18-1になってますね。ぜひ皆さん行ってみてください。というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。それではまたよろしくお願いいたします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。